S-WORKS ターマック SL7 の、サガンコレクション。見る角度によって金色に見えたりとかグリーンに見えたりとか、ホイールがサガンのロゴが入ったモデルになりますね。サガンっていうのはやっぱりスター性がすごくあってファンが多いというか流通も多いんだと思うんですけど、はい。こんにちは、松永です。 S-WORKS ターマック SL7、 あの最新モデルの、ね、S-WORKS ターマックがあったので、前回ちょっと動画でご紹介したんですけども、実はすぐに売れてしまいました。で、今日たまたまちょっと売り場を見てたら、また新しくですね SL7 が入ってたんですけど、なんとですねサガンモデルがありましたので、ちょっとあのせっかくなのでご紹介したいと思います。 S-WORKS ターマック SL7 の、サガンコレクション、完成車モデルだと思います。だいたい前回ご紹介したものと同じスペックになってくると思いますけど、ホイールが違いましたね。前回紹介したのは確かアルピニストだったと思いますけど、こちらはラピーレ CLX、 これも実は、サガンコレクションというかサガンのロゴが入ったモデルになりますね。とそれからあと違うのはサドルですね。 S-WORKS Power with ミラーサドルっていう、こうなんかクッション性が高いと思いますけども、高いサドルなんですけど、これがついてますね。はい、サガンコレクションって各年代にあるんですけど、いろいろこうカラーリングというかデザインがすごくかっこいいんですが、これがあのここのカラーですね、見る角度によってこれでいうと金色に見えたりとかグリーンに見えたりとか、あと紫にも見えますかね。あの見る角度によって色の感じ方が違うという特殊なカラーリングですね。ここに出てるサガン PS っていうのが書いてありますね。サガンはエースなんですか？エースです。はい、サガンモデルは割とこの位置で大きくですか？はいはい、サガンっていうのはやっぱりスター性がすごくあってファンが多いというか、そういうのもあって流通も多いんだと思うんですけどね。はい、ちなみにサガン選手はシューズは何履いてるんですか？シューズは S-WORKS のシューズだったと思いますけどね。はい、シューズもサガンモデル、今シーズン何を履いてるかはちょっと分かんないですけど、サガンモデルが出てますよね確かシューズも。はい、ちなみにサガンモデル以外に何とかモデルないですか？サム・ベネットモデルとか誰々選手モデルみたいなので言うと最近出てるのはそれですかね。何かその人の専用モデルっていうわけじゃないんですけど、まあデザインを変えてるだけ。サガンというと年明けぐらいだったと思うんですけど陽性反応が出たということで、少しこうスタートが出遅れた感がありましたけど、先日今季初勝利、ああいうこう活躍が見れると嬉しいなと思いますけども、サガン選手活躍を期待しています。はい。